今日はね、丸亀製麺の新製品試食会にやってきました。どうも、一緒です。それですか。このビデオでは先日、神保町の丸亀製麺新製品の極うま豚しゃぶふっかけというのをね、先行試食会にね、丸亀製麺試食部として、ね、参加してきました。で、このね、先行試食会っていうのは、発売日の前の日に、食べることができました。このビデオのこの後ではね、どんな感じの味だったとかっていうインプレの話もするんでね、ぜひ聞いてください。このね、テレビ CM のね、 CM キャラとしてはね、またダンフミさんをね、起用されるっていうことでね、ほんとダンフミさん可愛くていいですよね。新商品の紹介をしたいところ誰ですか。これがね、極うま豚しゃぶふっかけなんですけど、この肉はね、こってりしたタレがかかってまして、ちょっとね、味的にこってり感がある感じなんですけど、この上の方の玉ねぎ、スライス玉ねぎとね、一緒に合わせて食べると、ね、一緒に合わせてつまんで食べると、すごくあっさりした感じに食べられます。で、この料理ね、玉ねぎ2種類ありまして、上の方のスライス玉ねぎと細切れ玉ねぎ、細く刻んだ玉ねぎ、刻み玉ねぎがね、あるんでね、この2つをね、自分の好みに使ってね、あっさり食べることができます。これはまたいいとこですね。またね、マヨネーズもついてまして、必要に応じていろんな、これ玉ねぎじゃないや、玉ねぎとまぶしてもいいけど、豚とね、豚につけてみたいっていう食べ方ももちろんできるんで、結構いろんなユーザーの好みでね、いろんなアレンジした食べ方ができていい感じだなと思いました。この料理ね、多分ね、夏に食べるとね、すごくね、さっぱり感があってね、豚肉でスタミナもつきそうでね、いい感じだなっていう感じです。という感じで一応でした。じゃあまた。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル登録。